ちは。ジャパンアクターズ TV がお送りする経済圏 .com TV。 このお時間は飛び圏の見たい聞きたい言わせたいのコーナーです。このコーナーのアシスタントを務めさせていただきます尾崎夏です。よろしくお願いします。皆様こんにちは。同じくアシスタントを務めさせていただきます後藤理沙です。よろしくお願いいたします。飛び県こと飛岡県です。よろしく、うん、よろしくお願いいたします。だいぶ夏になってきて暑くなってきましたけれども、本当です ね、 ね。先生体調は大丈夫ですか？いや私はいつも体調じゃなくて、はい、停滞の方ですから。やられました。最初からまた今日その気持ちでお願いいたします。いやいつもね病院に行きましたらね、はい、病院の先生が僕のことをね、先生ね過労ですねって言うから、冗談言うなと、俺は殿様だと。なるほど。このだから俺は殿様なんだから殿様のちゃんと対応してください。過労じゃないぞ。なるほど。今度使わせていただきます。はい、どうぞどうぞ。まあ本当に暑くなったのでぜひ皆さんもね気をつけていただきたいと思うんですけれども、先生今日はどんなお話を、今日はねちょっとね、まあ私が140冊ぐらい書いた本の中の1冊で、はい、物の見方考え方表し方という本があるんですね、はい、それは物をどういうふうに見たらいいかとか、どう考えるべきかとか、どう表現したらいいか、表したらいいかというね、まあ、そういったことを書いた本なんですが、はい、まあ、ありがたいことにこれ学校指定図書になりまして、毎年入試問題とかですね、それから教科書にね、まあ、3、40箇所で使っていただいてるんですけど、要するに簡単に言いますとね、こういうことなんですね。小さい子供が大人の絵を描くと、例えば顔ですけれど、どんな絵になります？目と口と鼻があって、うんうん、なんかこう丸、丸でぐちゃぐちゃみたいな、うんうん、髪の毛みたいな感じですかね。うん、イメージですけど。例外なく子供は、大人の顔を描くときに鼻の穴がこんなでかく描くでしょう。だって小さい子供が下から大人の顔を見たらどうなります？あ、そうですね。こうやって下から見たら喉に鼻の穴が見えるわけでしょ。だからそういう意味合いで言うと、その子供のことを考えるときにね、例えば子供用の公園を作ると、そうすると大人の視点で見てると、どうしてもその大人のための公園になっちゃうじゃないですか、うん、はいはい、そうすると子どもの目線でその見ない限りは子どもの公園になっていかないですよね。なるほど。だからこう大人同士がねお互いにこうやって見ると鼻の穴あんまり見えないじゃないですか。そうですね、あんまり見えないですね。でも下から見たらもろに鼻です。丸見えになっちゃいますもんね。鼻は穴っていう感じです、ね、そういうふうにその目線を変えてみなければいけないわけですよね。例えば日本文化でもそうで、日本の文化っていうのは立って見るものではなくて、だって座った目線でもって全てのものを見るという形で日本の文化ってできてますよね。ですから畳文化で座った目線からいろんなものを見ていく。例えばね、こう入ってきて茶室に入って掛け軸を立ったまま見るっていう人はあんまりいないわけであってね、座った視線で見る、その視線から見なきゃいけないわけですね。そういうふうに物の見方っていうのはやはり それぞれの状況に応じてね、TPO に応じてものを見ていかなきゃいけないわけじゃないですか。そういうことを感じることはありませんか？何か TPO というか、ものを見るときに、ああやっぱりこう見なきゃいけないんだ。うーん、あー、その時その時反省も込めて結構いろいろ考えたりするんですが、なっちゃんどうですか？どうですかね。でも確かに同じものを見るときにこう、うん、視点が異なると全然違く見えるっていうのはありますね、うんうん、私今先ほど日本の文化、座って見る文化っていうふうに飛健先生がおっしゃってたんですけど、うん、熱帯魚とかの鑑賞の仕方とかも日本と海外だとちょっと違うのかなというふうに思って、ちょっと話ずれちゃうかもしれないんですけど、錦鯉とかって上から見て評価するじゃないですか、うん、そうです。なるほどね。だけど例えばね、海外から来るような熱帯魚とかって横から見た時にものすごくこう美しい姿をしているものが多いなっていうふうに今ちょっとふっと出てきたので思ったんですけど、そうですね、もうまさにだから昔で言うならば料亭があると、その料亭のですね、はい、ところに、池があるわけじゃないですか、ね、それで料亭で食事をしながら、あ、まあ
ね、そうすると上から見てるわけですよね。あ、なるほど。魚をね。まあ、そういうことでね、あの見方っていうのはいろいろ変わってきますよね。だからあのどういうふうに見るかってね、面白いなと思うんですけれども、あの 絵を見るときに、目のいい人と目の悪い人では同じ絵に見えると思います。ああ、確かに。でも細部まであの見えなかったりすると、うん、確かに全然違う絵に見えてしまう可能性はありますよね、うん、きっと、うん、目の言い方は細かいところまで見えたりとかっていうのはあるのかなと思いますけど、あれですよね、あのこう見るだけじゃなくて五感でいろんなものを感じたりするから、うん、なんかもちろん見る方によっても違う絵の評価というか、うん、感じるものは違ったりするかもしれません、ね、あのね、一番簡単に考えたらば、そこにね絵がかかったとするじゃないですか、はい、でそこに昼間ね太陽の光が当たってる時と、それから夜の電気と、電気も消えちゃったら同じじゃないですか、でも違うでしょ全然、見え方が。でそれと同じように視力がいい悪いっていうのは、実はその同じものでも明るく見えるか暗く見えるか、だから視力のいい人っていうのはものすごくそのはっきり見えるけれども、視力の悪い人っていうのは同じように見ててもボケちゃうじゃないですか、はい、そうすると例えば、絵描きさんでも目のいいね絵描きさんは実際に自分の周りの環境を見ているときに、ね、自分の目に映るものと、目の悪いねその絵描きさんが絵を見てそのいう時、あ、絵じゃなくて周りを見てる時の見え方って違うわけじゃないですか。なるほど、確かに言われてみればそうですよね、うん、そうするとね、大体その明るい色を使う人っていうのは目のいい人が多いんですよ。だからファッションでもそうなんです。視力のね割合ね、暗い人っていうのは、あの弱い人っていうのは比較的そのあんまり原色だとか明るいものではなくて、どちらかというとくすんだ色を着る傾向が強いんですよ。絵描きも同じなんですね。原色で明るい色を使う人は目がいい、はい、それに対して目の悪い人はどうしてもそのくすんだ色を、ね、使うという。だから見てるものは全く同じでしょ、はい、でも人間の目 その視力によって全然違うわけじゃないですか。私なんかね、若い頃ね視力が 4.5 以上あったんですよ。だいたいモンゴル人と同じですね。あ、はい、4.5 ってすごくないですか。もう20メートル先の女性のシワが全て細かくなって、それ見られたくないですね。だから今だまだ視力はね 1.5 近くあるんですよ、うん、すいません、これ今あの両サイドの女性30センチくらいの、ちょっと大丈夫ですか。シュッと避けちゃいます。いや、もうこうやってちょっと横目で全部分かる。やだ、怖いですねそれね、だからね、まあそういうことで、はい、物の見方って全部そうでしょ。例えばね、はい、ちょっと変な話をしますね。まあこうテレビ見てる人もご容赦願いたいんですが、例えば裸の女性がいたとしますよね、はい、でそれをね煩悩だらけの人が見たら、ね、自分の欲望の対象でしょう、うん、でもそれを絵描きの人が見たらね、はい、要するに自分のスケッチのね対象物になるわけでしょ、はい、同じものを見ても全くどういうふうに見るかによって見方って変わりますよね。そうですよね、うん、だから常にどういうふうに見ていくかということがものすごく重要なんですね。で特にですね、私がね35歳の時にね、はい、経団連の軽井沢セミナーで、まあ、当時稲山さんという方が会長でね、ソニーの森田さんだとかね、それから町議の杉浦会長だとか、日電の小林関本だとか、そういうその経団連のそうそうたる連中60人ぐらい集まったところで、まあ、ご講義をね、まあ、申し上げたことがあるんですよ。日本の産業構造がこれからどうなるかっていうね話をしたんですけれども、要するに工業化社会から情報化社会になるよっていう話をしたわけですね、まあ、今やもう本番ですけれども、でその時にね一つのね魚の話をしたんです。でこれはね、どういう魚かと言いますとね、トビウオ。トビウオっていうのはどうですか、下からねカツオやマグロに追っかけられるとピョーンとこう飛び出すでしょう、はい、そうですよね、でそれで空中も行くでしょ。ところがね、自然界の生物っていうのはね、全部生きられる距離、英語で言うとライフディスタンスっていうのがあるんですが、それはある距離以上にその自分の天敵に近づかれたら逃げられないという距離がある。それをね、ライフディスタンス、生きられる距離というんですね。例えばね、ちょっとね頭の中でねアフリカの草原を思い浮かべてください、はい、ね、
キリンの群れがいる、ね、はい、一生懸命草をこうついばんでるわけですね、はい、食事をしてるわけですけど、そこにね一頭見張りが立ってるんですよ、すね。その見張りのライオンにキリンの天敵の、あのキリンの群れの天敵のライオンが見えたんです、はい、見張り場のところ、はい、じゃあすぐ逃げろっていう合図をね群れに出すかっていうと実は出さないんですよ。なぜかしたら食べる時間なくなっちゃう。そのためにこれ以上ライオンに近づかれたらもう逃げられなくなるっていう距離、その生きられる距離、そこへ来たら初めて逃げろって。ギリギリまで結構我慢するというか、見張りの時間は、うん、食べる時間も取らなきゃいけないんで、ね、もう見えたらすぐなんていうと食べる時間もなくなっちゃうわけでしょ、うん、そういうその生きられる距離というのがあって、実はその、トビウオもそうですね、うん、その海の中でこの泳いでる時にね、海の中の屈折率で正しく見なきゃいけないし、うん、今度はね空を飛んじゃうじゃないですか。そうすると今度空の屈折に合った目を持ってなきゃいけないんです。それじゃないとその生きられる距離を間違えちゃう。ですからトビウオというのは目の上の半分がこの空気中の屈折率に対応した目で、下の方の目がですね水中の屈折率に対応した目なんですよ。そういう意味合いで一つの目なんだけど二つの世界を見る目を持ってるんですね。これすごく重要なことでしょう。かっこいいですね。なんか、うん、トビウオの見る目が変わっちゃいますね。なんか、うん、本当ですね。今度夏でねそうめんを食べるときはトビウオの出汁を使うわけですね。その時はね今言った話をちょっと考えてもらって。なるほど、うん、同じようにですね水すましっていうのがいるんですね、はい、水すましっていうのはよくこうね池やね川の水面にこう泳いでるじゃないですか、はい、でこれは下から魚に狙われるし上から鳥に狙われるでしょう。うん、そうするとね一つの目がね、二つに切れてるんじゃなく、水すましはね、四つ目を持ってるんですよ。空気中二つの目と水中を見る二つの目があって、計四つの目があるわけです。それで空気中を見ると同時に水中を見る。あの、潜ったことありますか、海の中に。はい、あります。うん、潜ると大きく見えるでしょうよ。人間の目は、いろいろ。ね、それは人間は空気中のその屈折率のに合った目をしてるんだけど、水中に入るとね媒体が水だから違ってきちゃうでしょ。そうすると物が大きく見えちゃうわけですよ。そうするとねやっぱり生きられる距離を間違えちゃう可能性がある、うん、だけどもちゃんと水すましのようなそういうその空気中と水中と両方にこうウォッチしなきゃいけない動物はちゃんとそれに適合した目を持ってるんです。だそういう意味合いで言うとこの情報化社会を見る目と工業化社会を見る目っていうのは変えなきゃダメですよと。で要するに工業化社会でその見る目でもって情報化社会を見たら間違いますよっていうのがまあ物の見方と。なるほど。何でも物を見るときに同じ目で見てたら間違いますよね。だから昔からそのホエインローム・ドゥアズ・ローマン・ドゥというね、あの高校の入試か大学の入試かなんかの時の英文でよく出てくる言葉ですが、業にいれば業に従えという言葉ですよね。そうと同じようにこっちの業に行ったらこっちの目で見る、こっちの業で行ったらこっちの目で見る、うんうん、そういうことってものすごく必要でしょう、うん、なるほど。例えば、はい、あの人を手招きするときにどうやってやりますか。手招き、うんうん、日本人はそうやりますよね、はい、でうん、欧米社会に行ってこうやったらバカにされてるように相手は思いますよね。こうしなきゃいけないです、ね、そうですね。あちらの方ってこうですよね。そうですね。だからそういうことに みんなだから業にいれば業に従えたんですよ、ね、それとだからそれぞれの世界にはそれぞれの世界のルールやね掟や慣習やあるでしょ。あるいは時代もそうなんです。ある時代とある時代とでは全然違うわけですよね。あのすみません先生、うん、ちょっと戻りますけど、こうやって呼ぶのとこうやって呼ぶっていうその海外の方の認識の違いっていうか、こういうのは人に対して失礼って思うと下に下げてるっていう、その意味はよくわからないんですが、やっぱりこれはダメなんですね。あのこうしなきゃね。これだとなんかブルースリーになっちゃいそうな感じですけど、こいよみたいなではないですね。そういうイメージです。尾崎さんがやるとブルーホーぐらいになる。どういう意味ですか。スリーでとどまらない、まあ、そういうふうにですから常に物を見るときに相手の立場に立って物事を見ていかないと
間違えちゃいますよと。で例えばね、産業界の話に戻しますとね、日本のテレビがダメになったでしょ、ね、もうサムソンだとかね、LG ラッキーゴールドスターとかそういったところにやられてしまったんですけど、日本人はね、まあ、世界でも最高のテレビ技術を作り出したわけですよね。でそれぞれその日立のキドカラーだとかね、ソニーのトリニトロンだとか、ね、いろんなその技術を作ったわけですけども、ちょっとね過信しちゃったんですね。で例えばそのインド人はテレビを見た時にね、インド人が、はい、いい色だなっていうのと日本人がいい色だなっていうのは違うわけですよ。特にそのインド人の場合には、この空とね、この海、要するにスカイブルーとマリンブルーというのが日本人の色とちょっと違うんですよ。そういうその違いを日本人は、その違いさえ知ってればその色を作り出す技術は世界最高にもかかわらず、そこを見ないで日本人の目で見ていいというもので作っちゃった。あるいはその中国人もそうなんですね。中国人の赤色というのはどちらかというとシュガーカッテでね、でそのチャイニーズレッドっていうのがやっぱりあるわけですけれども、それではなく日本人の見た、ね、この赤でやってしまった。その物事は全部そうなんです。きちっとしたそれぞれの民族だとか、それぞれの地域だとかね、まあ、それぞれのその業種だとかによって物の見方って違うわけだよね。そういうその物の見方をしっかりとしていかなければ、例えばマーケティングの世界でも、あるいは政治の世界でもね、全く交渉するときに自分の側の論理でもってやろうとすると、ね、多く間違えちゃうんだよね。そういう経験ないですか？自分の論理で物事を見て失敗したというケースは。そうですね、すぐに例は出てこないですけど、たくさんあるのは分かります。たくさんあります、はい、もういちいち反省することを、ああこうやって見ちゃったな、こうやって考えちゃったな、だからこうやって人に言っちゃったなとかありますね。じゃあ、まあ、今見てくださってるね、このビデオを見てくださってる方々も多分いろいろ失敗してると思うんですが、じゃあその失敗をね、しないようにするためにはどうしたらいいですかね。でもやっぱり相手の立場だったりとか、うん、別の角度から見るっていうことを日頃から意識するっていうのが大事になるんじゃないかなと私は思うんですけれども、いかがですか？もうでも私もやっぱりこう昔なんかこう一つのコップはこっちの側面から見ただけじゃなくて360度いろんなところから見ると見方が変わるんだよっていうことをその教えていただいたことがあって、いろんなことをそれを適用して考えていかなくちゃいけないのかなっていうのは、なんかここに置いておきながらも感情を探したりとかするんですよね。人間ですからね、はい、これが何十円とか何百円とか感情しちゃうんですか？え？あ、ちょっと感情違いでした。よく飛ばしていらっしゃいますね。やられますだから尊敬をするっていうのは尊ぶじゃなくて損を計算するとして尊敬っていうのが最近の人はそれが多いですよね。なるほど。まあそれじゃなくてね、やっぱり人は本当に尊ばなきゃいけないんですけど、私の尊敬にならないようにしないといけない。まあでもね、今お二人がね話をしてくれたように、やっぱり物事をやる前に敵を知り己を知れば百戦あやからという孫子の兵法なんですね。で自分と相手は同じ言葉を使ってても実は言葉に盛り込んでいる内容が違うんだっていう、そういう意識を持たなきゃいけないんですね。だけどその辺の意識のない人っていうのは自分が言ってることが即相手に伝わるとこう思っちゃうじゃないですか。 でも自分の言葉、ね、同じ言葉を発音しててもそれが意味をね、と相手と自分とでは違ってるんだっていうことの意識が重要なんですよ。だから重要なことは自分がその話した言葉が相手の脳に入ってどういうふうに理解されるかなっていうことを本当に理解できる人っていうのは交渉上手だし、でもね、相手にこういろんな自分の意思を伝えることができるんですよ。そこが非常に重要なわけですね。難しいとこですね。でも難しいんだけどそれができると全然違いますよね。だからそういう意味合いで言うと、物の見方、考え方、表し方のうちの物の見方で今回は終わっちゃいそうですけれども、そうですね、もうすごく勉強になりました、ぜひぜひその続きもまた聞かせていただきたいと思いますが、ちょっとそろそろお時間に、
本当です。もう一度。あっという間になってしまったので。本当ですよね。あっという間になってしまいましたが。まずはじゃあ、ね、見てくださってる方にはあれなん、うん、聞こえてるか分かんないんですけど、ちょっと今スタジオの近くが工事をしていて、再開発で結構なんか、はい、あれなんかかすかに聞こえてくるこの音は何なんだって、もし思ってらっしゃる方がいたら、すいません、それはなんか心地いい BGM かななんていう勘違いのもとに聞いていただければありがたく思います。舞台の中心は先生の話を中心に聞いていただきながら、はい、なんかもう一つ音がありましたよね。あ、要するに、ね、まあ、外の工事の、ね、音がうるさいぞっていうんで、はいはい、携帯が一生懸命知らせてくれる。なるほど、通知の知らせの役割を忘れないという、さすが携帯です。ではまあ、いろんなことがあるということ、はい、このライブ感も楽しんでいただければと思います。ね、はい、いろんなことが起きますね。はい、で今回はこの辺で。そうですね。ありがとうございます。はい、ではまた次回よろしくお願いいたします。ありがとうございます。